から2週間目のアゲハチョウの幼虫の観察しましょう。アゲハチョウの幼虫は卵から鳥の糞の姿から4回ぐらい脱皮して、その4回目は緑色の幼虫に変身しているところよ。見て可愛いでしょう。これは目じゃないよ。これは目縄文です。この部分は幼虫の胸のところなんだよ。幼虫の足は何本あるかわかる？足は全部で16本あるが、前と後ろでは形が全く違う。前の6本は尖った爪足で、葉をつかむのに便利な形になっている。後ろの10本は吸盤のあるイボ足で、葉に吸い付けいて止まるのに便利な形になっている。これが幼虫の目だよ。目縄文、眼縄文と比べると小さくて見えにくいよね。左右で6個ずつの目があるよ。3匹のアゲハチョウの幼虫はもちもちしている。4日間から5日間でサナギになるため、いっぱい食べるのが大事。そのためにいっぱいみかんの葉っぱを取りに行きます。毎日新しい葉っぱを取り替えて古い葉っぱを取り出す。よく食べて必要なエネルギーを取って、サナギから成長になる。4回皮を脱いだ幼虫の大きさはおよそ4センチメートル。サナギになる前の第5類幼虫の体長は40、体重は2グラムほどですから、その後3週間ほどで体長は13倍、体重は2000倍になるということです。食べている姿を別の角度で拡大しましょう。マイクロレンズを使ってこんなに近くに見えるのが大成功。見て、あの葉はエメラルドグリーンで、先っぽは黒い色ですね。初めて見た。前の足は可愛いね。食べ方が早いですね。この動画は別にスピードアップしてないよ。アゲハチョウの幼虫は、1弱い幼虫は 0.06 枚、2弱い幼虫は 0.2 枚赤た。飯の上で、幼虫に与える葉の形を写しておく。3弱い幼虫は 0.7 枚、4弱い幼虫は 3.6 枚、5弱い幼虫は 26.8 枚。合計で約32枚もの葉を食べる。みかんの種類の葉っぱを食べているから、糞の匂いもみかんの香りする。4日から5日までの時に、幼虫はサナギになるの準備をするために、下痢をして食べなくなり、葉っぱから離れて、サナギになる場所を探すだ。しましょう。この角度で顔ははっきり見えるね。
の協力は結構すごいですね。蝶になると簡単につかまなくなるよ。この部分はうんちだよ。まだまだアゲハチョウの観察は不足ので、とりあえずここまでします。もっともっと頑張ります。最後まで見ていただきありがとうございました。ではさよなら。